道を開け。策があるやもしれん。開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。あの役はこのままでは進めない。お前が策を練れ、あの兵器を壊すのは武士らしく、わしはここにとどまり矢面に立つ。離れるな。とどまれ。受け酒井、槍を奪え。
大将。ノー大将。敗走を許すなど何か妙です。犬死ねだ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったので。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。
蒙古は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前も獣になるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。藩の首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構です。高木様、いいぞ。一夜を侮ってはなりませんよ。続けておれ。志村様の下地で橋が修繕されてる。叔父上は策を貫くおつもりだ。犠牲が増えると承知の上で。みんなあんたを頼って集まったんだ。分かってる。半時でトリカブトを集められるか。まあわずかなら。人を頼り集められるだけ集めろ。猛虎を毒で殺すつもり。一人で城に忍び込み飲み物に毒を仕込む。ハーンの最後をこの目で見届けてやる。志村様に知られるよ。構わん。タカから預かってるものがあるんだ。ずっと渡せなかったんだけど、でも用心のために。無用だ。もらってやってくれ。急いでトリカブトを集めた。足りそう。これで何とかしよう。ヤグラに行ければ敵陣の様子を探れる。毒を仕込む案もいかがしたら。手早く物見を殺さねば。櫓から敵陣を探りたい。
perdiu? Já sabe. Нэг юм харво. Юм алга. Явчи хүч. Гихтэй болгомштэй. Дараа мултарч чадахгүй. Тэр биш байсан бэ? Олдно тэр нэг. を盛る手を見つけねばな。あの道、守りが薄く潜める場所も多い。杉笠衆だ。龍蔵、やはりここにおったか。宴を開くようだ。もうこの酒に毒を漏れそうだ。死にきれぬ兵も出るだろうが、後で一人ずつ殺せばよい。守りは堅牢で火薬もある。迎え撃つ備えは万端ということか。気づかれずに酒のところへ行かねば。庭を抜けた方がよいな。
り込み酒に毒を入れる。酒はあそこにある。あとは毒を入れるのみ。待つとするか。イネパスタッドが。ジン。ハーンはどこだ。北へ行った。クロードの首を取れと言い置いてな。ならば取りに来るがいい。いや、お前が助かったのは俺がハーンに頼んだからなんだよ。奴はタカを殺した。俺の仲間も死んだ。もう味方はいない。お前しかなあ。二人で猛虎を撃ってやろうぜ。今さら茂ったことを言うな。俺がハーンに着いたのは探るためだったと広めろ。お前が言えばみんな。黙れ。ほどの友はいなかった。下れ。そして報いを受けよ。
それしか道はない。それは無理だ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。危険。ドクとはな、おじごの教えに背いたか。こうするほかないのだ。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば。足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは蒙古と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だがまことお前の咎か。すべてはあの下人めの企てであろう。おじ上、九郎殿の名を捨て。この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁。将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺は玄人だ。では裁きを受けてもらう。藩を追え。仁、鷹のためだ。行け。
何用で参った？志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのだ。ここから出られるわけないでしょう。ぐずぐずしてたらお仲間に飲み干されたりして。そういえば島に着いてから水しか飲んでおらんだ。ならば酒がしみるでしょうね。ケンジ、何をしておる？見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。柱にはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か？あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しを、おじゅう。雅子殿、ノリオ、石川先生と近江村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば。馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。モーコは言った。そう願おう。殺し方がむごくて人じゃないみたい。終わりそうもないな。ハーンを打ち損ねた上、実の甥の手綱すら握られぬ始末。
神木で待っておると聞いたが、武具はない。身を潜めて進もう。大風が来そうだ。早くユナを見つけよう。
むな。だがこの者ら、ひとところに集められたのか。目を覚まさないかと思った。生きておるとは。もうこの毒矢を食らってしまった。誰が教えたの？わからねえ。だが作り方を知られたようだ。奴ら金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ、ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。支度ができたら矢倉に来て。ユナと話そう。いい隠れ家を見つけた。櫓から山の方を見て。隠れ家、山の近くか。城覚寺の仏塔、寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せばよい。馬屋に行こうか。逃亡の折、追っ手の矢を受けて神は死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。あれは金の民か。さあね、今はルミンだらけだから。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの？
お主を凶賊として差し出すことなどできなかった。もう憎まれてるけどね。それに降伏しなければ藩に逃げ切られていたはず。叔父上は俺を守りたかったのだろうがな。なんであろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。それが吉と出るかは分からぬ。幾度も証明してきたよ。藩を殺して猛虎を追い返せば志村様は許してくれるかな。幼い頃から叔父上は父であり師であり世の全てだった。嘆かせたくはなかった。いつか和解できればと願う。いずれにせよ許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われる。俺が選んだ道だ。いかなる始末になろうと悔いはない。たとえ罪人と呼ばれようとも。城覚寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。ここの森深いね。隠れやすい。我々にも猛虎にもな。じゃあ開けた地を越えて寺に近づかなきゃ。つまり湖か。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。のろし筒。あれで敵襲を知らせるのか。動けるな。すべて助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。火薬の樽があるぞ。使わせてもらおう。物見役の旧兵。見つかったら狙い撃たれる。ならば誘い出せばよい。え？のろし術を打ち上げおびき寄せて一網打尽にする。
待っておれ、のろしをあげる。これで気を引ける。では戻るか。あいつら敵がさらに寄るまで待つか。始末する。慎重に策を練らねばな。あの滝凍ってる。あそこを登れば裏に回れるね。行くよ。君となってその身に戻ってくるはず。片付いた。もう安全だ。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。恐ろしい天罰が下ってしまうのに。